レオザさんがよく言ってる共有力ってあるじゃないですか。あの、ここをこう来たらこうワンツーするとかみたいな、なんだろう、言わなくても通じる力みたいな、頭の良さっていう項目のことをまあ共有力って言うんですけど、僕はね、ゆるキャラはあの共有力の極地なのかなと思ってて、あの、野球のなんかマスコットキャラのなんかイベントとか、 あ,あってそれ YouTube とかに流れてて可愛いなと思って見てたんですけどあれってよく考えたらすごいですよね言葉にしなくても自分がどのキャラかっていうのをまあ理解してで観客とかファンが見てどうすればあの可愛いと思ってもらえるか楽しめるかっていうのを実践してるのはすごいなと思っててうんまあ近づいたら実は喋ってる 喋って、ここはこうしようみたいなのを喋ってるようなことはあるかもしれないんですけど、もし喋ってなかったら、すごいっすよね。相手の反応に対して、あ、あのキャラがこうしたから、まあ、僕、まあ、例えば自分が、まあ、ジャビット、ジャビット君、ジャイアンツのこのキャラだとしたら、ジャビット君はこうだから、こういうキャラだから、俺はこういう動きをしようっ、つって。うん。それの繰り返しですよね。うん。 お笑い芸人とかも共有力があるって言われてるんですけど、それはまあま、喋ったりとか、いろいろしながら調整していくみたいな感じなんですけど、ゆりキャラはもう喋ることすらできないんで、本当に、共有力の塊、化け物なのかなと思ってて、あの、共有力がね、ある、すごい選手とかが着ぐるみとかやったら、絶対、なんだろう、うまくいくのかなと思ってて、例えば、共有力が高いっつったら、えー、 まあ、じゃあ、三笘薫とか、久保建英がマスコットキャラをやってみるとしましょう。そしたらね、結構うまくいくんじゃないかなと思ってて。うん。失望させない力何を求められてるかっていうのを体現する力がすごい高いと思ってて。なんだろう、サッカーのスカウトとかに、の時にゆるキャラをやらしてみるっていう、っていうのは結構面白いのかなって、まあ、思ったりしましたね。 ゆるキャラでどれくらい楽しめる、楽しませることができるかとか。うん。はい。<laughs> 以上。